あ、はい、大丈夫です。わかんないです。あ、いいです、いいですよ、いいですよ。やばい、メンズ2人いるんだけど、ちょっと動かします。あ、今なんか電話してて、はい、気にしないでください。はい、わかりました。結構うるさい音になるんで。あ、よろしくお願いします。何分くらいで終わりますか？あ、すぐ終わります。あ、ガス漏れですって。あ、このピーターフォンが喋りますんで。あ、わかりました。こんなの FC2 で見た、あの、からの始まる、おっ始まるってことありそう、マジでありそうなんだけど。どういう流れで始まるの？ちなみに。ごめん。うん。ごめんね。ミュートしてミュート。1分ぐらいかかります。あ、本当ですか。終わりました。ありがとうございます。ちょっと消火器を玄関あたりで探させてもらっていいですか？あ、はい、大丈夫です。あ、切っちゃった。あ、大丈夫です、大丈夫です。どうもありがとうございます。ありがとうございます。あります。あ、ありました。はい。じゃあ作るか。はい。やばい、もうコミュ障になっちゃったよ。じゃあまず俺っち玉ねぎのみじん切りする。嘘、胸覗いてた。そう、俺っちクッキング。じゃあ結構細かめに、俺っちはね、玉ねぎ結構細かめにみじん切りする。普通見送って鍵かけるぞ。だから逆を見てるから、あえて逆にねってこと。この流れで家入ってこねえだろって。俺ちクッキング朝作って夜に美味しくなってるんだよ。で冷凍して、あの客人にさ、お腹空いたら、音が怖い。てかなんかこうテーブルでさ、なんつうの、カットすることないじゃん。ちょっとむずいよね。ダメだ、あふれ。座って料理しないって、だからもうこのキッチンでこんなことしないもんな。マリノン、ドキドキ、クッキン、はちゃめちゃん、ドキドキ、クッキング。うるさいね。みんな料理配信好きなの？迷う頃何作ってんの？あー、もへさんいらっしゃい。今ね、牛すじカレー作ってるよ。牛すじカレー、マユの愛情と。男って好きだもんね、カレーとか唐揚げとかハンバーグとか。子供が好きそうな、あの給食ランキング1、なんかこう上位のやつが好きだよね、男ってさ。オムライスとかさ、そうじゃない？この玉ねぎ硬い。
この包丁ゴミなんかな。てかカレーとオムライスの毎日でもええ、カレー肉じゃがオムライスは鉄板、男って簡単。このクッキング、この BGM 良くない？自分の固定 BGM にしようかな。これ男って簡単。胃袋掴んだらこっちのもん。昨日キャリーちゃんもカレー作ってた？今何ナイスだ？ちょっと全然増えてない。ナイスちょうだい皆さん。楽しそう配信してると楽しい。一人だったら配信しない。320ナイスありがとうございます。まだ2個もある。2個はあの飴色にしようかな。まゆころカレー何人前作ってる？あの一箱全部使おうかな。ほんと硬えなこの玉ねぎ。待って、私さ昨日何時に寝た？寝たのって結構コメントあるけど、何時に寝た？そんな寝てないの私。どうなの？さっきまで酒飲んでたじゃん。何時まで？4時まで？いいから、4時から4時に寝て9時に起きて何時間寝た？5時間寝た？6時まで飲んでた？どっちが本当？6時配信してた？マジか。じゃあ3時間しか寝てないんだ。やば。普通に元気でよく寝たって感じなんだけど。マジか。あれ狂ってたでしょ。すっきりしてるもん。でもなんか嬉しい。なんか普通にあの今までだったらまゆちゃんもうお酒飲まないでとか怒られたりとかね。やっぱ一人だと何も言われない。だって私の家だから何してもいいんだもん。何してもいいんだもんね。カレー作り終わったら寝る。お昼寝すんじゃない？言われてた？嘘。黙れって言ってた。黙れって。心配してた？まあそれもご愛嬌ってことで。酔い方が楽しくないから溜まってたんじゃない？溜まってたんじゃないか。おはようカレー武田氏の量やん。これみじん切りラスト。なんかこの玉ねぎさ全然根がしょぼしょぼしないな。心配してる水ないくそうだね。気をつけます。でもねすっきりしてます。自分が楽しんじゃダメだもんな。飯出来ババアって言われてたね。私ね人に作るのはね好きなんだ。人に作るのはみじん切りはブンブンチョッパーが便利だよ。何それ、何それ。私ねあんまり機械とか買いたくないんだよね。やっぱ古いに結構私古い考えでさ、やっぱガラケー時代も長かったし、ずっと iPhone 買わなかったしね。そういうなんかこう買いたくないんだよ。でもカレーパーティーでも作った、明日食べたよ本音は。あ、採点。
福神漬け買うの忘れてたんじゃない？福神漬け。ぐんぐんチョッパーめっちゃ便利。ちょっと調べてみるわじゃあ。ああ！紐引っ張るだけでみじん切りになる。100均で？それ買うしかないね。それいいね。前言ってケチな。いや、そうじゃなくて、なんか機械が好きじゃなくてさ、機械が。で、最後の玉ねぎは、普通にこうやって切ったやつ。キッチンね、電波悪いから。じゃあ一丁やってみっか。ねえねえ、どうしよう。リスナーさん助けて、ピンチです。大ピンチだ。どうしよう。ねえねえ、どうしよう。油を買うのを忘れてました。油がないんだけど、どうしたらいい？油がないんだけど。油がないです。どうしよう。マーガリンもバターも油系がないんだよ。どうしよう。オリーブオイルもないし、マヨネーズもある。マヨでいける？本当に言ってんの？マジでマヨでいけんの？マジかよ。いやもう買いに行くのめんどくさいから、家にあるもので。いや牛脂もないし。いやすごいね。マジかよ。本気で言ってんのかな？いやあるよ。間違いないですよ。マジで。いや、お肉牛すじ煮込んでるし。じゃあどんぐらい入れる？どんぐらい入れるか。やべ、くるくるなってる。くるくる治ったかな。治った。おお、マヨネーズの香り。いやこれ Wi-Fi つなげてるよね。 Wi-Fi つなげてるよな。うん、つながってる。マヨネーズの香りがする。でもいいんじゃね？カレーだし。カレーって何入れてもカレーになるじゃん、味。ちょっとある程度失敗したからってさ、大丈夫だよ、そんな心配しないで。カレーは飲み物。
これ網色にしてやるよ。カレーまずくできる、どうやってカレーまずく作れるの逆に。あ、でもなんか油っぽくなってるよ、ちゃんと。なんかマヨネーズが油っぽくなってる、ちゃんと。カレー舐めすぎ悪い。油でできてるから。マジかね、油買わなくていいじゃん。じゃあ油買わなくていいじゃんね。え、買わなくていいじゃんね。ジャワカレーとコクマロのミックス。ああ、前もそれよくやる。なんかカレー辛口と甘口のあのカレールコラボとかね。油ないとか料理語らないで。いいじゃん、マヨネーズで代用できてるのかな。普通に全然焦げてないよ。これは辛口にします。飴色まで炒めよ、暇だし。ルーなかったらやばくない？さすがにそんな。オレンジのつ休憩タイム。甘い色になるまで炒めるの暇じゃね。焦げてる？嘘だね。
あ、鍋が焦げてる、なんで？どうして？どうして？どうして？消えない悲しみを心に。あんなことにでいいんだ。弱火にするか。マヨネーズ足すか。焦げてるし。台無しに。でもほら、カレーにマヨネーズ隠し味する人もいそうじゃないね。隠し味に入れてるやつ絶対いるって、このように。あ、なんか飴色になってきたね。大丈夫だって、焦げてないよ。あんまりね、玉ねぎしか入れない。で、じゃがいも好きじゃないし。わかる？じゃがいも入れるとさ、一気にさ、なんつうの？なんかこう、塊になるじゃん、ちょっと時間置いたら。それも好きじゃないし。で、冷凍したら冷凍もできないしさ。で、じゃがいもってさ、ある国では主食じゃん。なんで野菜食べて太んなきゃいけないの？で、意味わかんないじゃん。なんで野菜食ってさ、太んなきゃいけないわけ？炭水化物じゃん。大してうまくないくせに。ヤニカレー 100g いくら？これはあのお友達が来たように、あの冷凍しとく。だからミーコとかに食べさせてあげるわ。ミーコとか。俺っちのヤニカレーやめてくんない？俺っちってバカにしてるでしょ。あ、ミーコはね、まあ今のところ毎週来てんじゃん。はい、今のところ毎週会ってるから。友達できたんだね。二人好きだわ。まあ喋んないけどね、会っても。実はね、ミーコと会っても会話がない。玉ねぎ刻みすぎだろ。これはみじん切り用で、これが輪切り用。自宅カレーの野菜定番は玉ねぎ、じゃがいもやね。お前友達いないのか？あのトムチーさん、何その強気キャラ。私に LINE で LINE 申請送ってさ、まゆちゃんかわいい、まゆちゃんかわいいってさ LINE してきてるくせに。まあ、仕方してるけど。仕方したからって、そんな強気でコメントしてこないで。ごめんね、私あんまりね、LINE 見てないんだ、正直。私あんまり、あのね、LINE 見てないんだよね。あの、もう一個の携帯あんま見てないっていう。あ、330ナイス、ありがとう。
前トムチ嫌われてんの、なんなの。親とさ、どんぐらい煮込んだらさ、あ、飴色になるんだろう。トムチ夢に埋めるよ。嫌われてるの。なんで。あ、飴色。痛い女にほっとけない。なんでお前にそんなこと言わなきゃいけないんだよ。なんでお前に言いたいって言わなきゃいけないんだよ。飴色ってどこまでが飴色だ。あーもうこれ疲れるで。もっと茶色。前顔マッサージしないと顔のたるみが、痩せたらもっとたるんじゃった。あの風船がしぼむ原理でさ、酒飲んでないけど、酒飲んでません。ゼロワンの暴露話はないの。いや特にないです。なんで、なんで眉酔ってそう。真面目に飴色玉握りに時間かかる。どんぐらいかかるかな。え、焦げてる。これしょうがないんじゃない。鍋の底ってさ、こういう感じになるのは。そろそろこれやるか。いやもう眉結構入れたから、玉ねぎの水分でなんとかなるんじゃない。黒いって。あー美味しそう。食べさせてあげないんだから。いやあのね、冷凍するだから逆に多めに作る。あ、水分出てきた、水分出てきた。いや、日本語まゆちゃんのカレー食べたいってほら言う人もいるわけ。まゆのカレー食べたい。美味しいからね、言っとくけど。バカにしてるけど。いや、いたから今。ほらね。また一人増えたよ。また三人。カレーって絶対うまいから。あの、カレーまずく作ったやつと絶対付き合わない方がいいよ。カレーまずく作る人とかいないからね。小学生でもカレーなんて作れるの。あれ、電波。マユの自立が嬉しい。あー、にーちゃんありがとう。ありがとうございます。ナポリタン5個。あ、にーちゃんありがとうね。マユの、にーちゃんマユの料理配信好きだよね。あ、5個ありがとう。オムライス5個ありがとう。ありがとうございます。これは？ありがとうね。
たりナイス。食べたい冷凍でプレゼントしてほしい。それ危ないんじゃない？それ保証できないからね。それ保証できないから怖いよね。少し水入れたら、俺っちに指図するな。大丈夫だよ。カンカレー。あ、か。焦げてないよ。ほら。あと何分だ？あ、あと10分。あと10分で牛すじ突入する。かわいいオムライスありがとう。4個パッちゃんありがとうございます。ありがとうございます。今クッキングイベント参加中です。時間かけて炒めた方が美味しいじゃん。あ、でもいい色だね。いい感じじゃないか。どうですか。いい感じじゃないか。じゃあ参加してるのっていうか、これ勝手に参加されてた。弱火にした。キツルにするのには基本放置で。ああ、ありがとうございます。あ、パーちゃんフォローしていいですか。もちろんフォローしてください。マイもフォローするね。ありがとう、ありがとう。フォローするね。仲良くしてね、パーちゃん。ありがとう。全国の主婦に謝れ。これでうまかったら眉に謝れや。これでまずかったらよ。ちょちょちょ、いい感じ。ちょ、ね、年代バレちゃうよ、ゆきちちゃん。世代バレちゃうよ。ちょ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 、いい感じ。イエイ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 。恋をしてして凛々しに会った時刻を。私ごまき派、私ごまき派だった。トムチーホットケーキありがとう。今何ナイスだ。皆さんナイスちょうだい。で、誰かさ、提起してくれると嬉しいです。ナイス提起、それだけでも結構違うからね。トムチー2個ありがとう。フォロー嬉しい。あ、パーちゃんありがとうございます。パーちゃん2個目のありがとう。
トムチーもクッキーありがとう。クッキーがとても上手にできました。マユも嬉しいです。仲良くしてね。え、嘘、1位、なんで私1位なの。そんなこと、まだ朝だしな。1位ありがとうございます。今日はクッキングイベント1位で終わらないと寝れません。嘘だよ、普通に寝るよね。シャプリお持ちより、いやまだ朝だしな。私これ何気に1位になったことないな。これこのイベントも1位になったことない。こういうなんつうの、勝手に強制的に入ってるやつ2位までにしかなったことない。でも普通の、 あの月1、なんかその大型イベントとかよりもこういうイベントの方がなんかポイントバックみたいなのが逆にでかかったりするんでね。誰が食べんの。俺っち、俺もカレー作ろうかな。いいんじゃない、簡単だし楽だし冷凍できるし。あ、てか私ちゃんと料理したのこれ初めてだわ。初めて。あー、ありがとうございます。まゆちゃん朝からお料理配信頑張って偉いね。まあ、ね、お姉様が来ました。ありがとう。高額アイテムいただきました。高いやつありがとう。パチコメしてみんな、高いやつ、高いやつ、ありがとうございます。おはよう。助かります。こじるず嫌じゃない、別に慣れてるし、飲み屋でずっとこじってきたし。いや今ね、牛すじもうすぐ出来上がる。立ち込めないっす。もういい感じだろうな。ね、別に慣れてるしね、あの金くれ金くれっていうの。玉ねぎだけで1時間、結構炒めたけどなかなか色あれ変わらないんだね。336ナイスありがとうございます。あー嘘でしょー。あーおはよう、よいしょー、ありがとうございます。高額アイテムありがとう。あのイベントもありがとうございました。ありがとうございました。イベントもね、応援してくれて嬉しかったです。ありがとう。え、ちょっと待って、ちょっと話変わるんだけど、これ言っていいのかな。あゆちゃん、あのつなちゃんを、あのつなちゃんをさ、何、あの家にあの住ませてくれてた、1週間住ませてくれてたあゆちゃんいるじゃん。あのサルートっていうさ、下着知ってる、あの結構高級な下着、あの盗まれたらしい、つなちゃんに。サルートっていう下着を盗まれましたっていう連絡が今来た。絶対にもうやめた方がいいって。サルートって結構高級な下着、結構高い下着、あの下着のブランドではハイブランドだよね。マジって、盗まれたらしい。ツナがそんなの盗んでも、多分あのつけて帰ったのかな。あ、トムチ定期ナイス。
ジか、それはちょっとねえ、あれだね、 よくないね。なんか使ってない下着とかをもともとあげてたらしい、あゆちゃんが。あげてないサルートのブラジャーを盗まれたらしい、下着。もともと貸してないやつを盗まれた。トムチにないしずっとやっといて、トムチずっと定期をしお願いします。そうだね、アルチューは手癖悪いのも特徴なんですって。私もアルチューってさ言われるけど、そんなことないけどな。でも私アルチューでもないか、毎日飲まないと生きていけないわけでもないし。マジか、マイは飲み始めたら、そうそうそう、こんな毎日飲んでたら、長く飲んでたらさ、体力持たないよ。そうだね、サルート結構高いよ。一応その勘違いとかではないのってあゆちゃんに言っといた。それは絶対ないらしい、絶対勘違いじゃないんだって、本当になくなってるっていう。トムチ電気止まるのにアイテム飛ばしてる場合じゃね。トムチマジで、そうか、ヘイト向けんなっていうか、一緒になってヘイト向けてるわけじゃないよ。あ、てか忘れてた、あの高額点アイテムありがとうございました。そんなことは置いといて、この人嫌い、なんでなんで私嫌いになるの。もう見ないで、俺っちのこと嫌いなやつら。お前ら俺がくたばるの嬉しいだろ、多分そもそも興味ないんじゃない。多分そもそも嬉しいもないと思う。トムッチーさん興味すらないよ。そうなんだみたいな。そっかーで終わり。興味ないって。みんな同じ気持ち、みんな同じ代弁した。なんかいい感じにさアメ色になったんじゃないかい。まず誰もかも知らない、マユリスとトムチのリスナーも被らなそう。絶対被ってないよ、絶対被ってないと思う。あ、増えてますね、338ナイスありがとうございます。あと、400までどんぐらいだ、あと60ナイスか。いや私結構かばってたよ、ぶっちゃけかばってたっていうか、まあ本心だけどね。なんかさ、それでかばってたらさ、なんかあれだけど。あ、340ナイスありがとう、ナイスコメも嬉しいです。あ、ケンケンおはよう、みんなおはよう、何してんの、みんなみんな何してるの。誤爆、誰が誤爆いった、競馬中。あ、308号さんありがとうね、眉見てる、仕事とか寂しい、ありがとう、ホットケーキおはよう。眉に一覧稼ぎや売名に使われてるってツナが言ってた。あれ待って、固まったか、固まってないか、固まってない、341ナイスの。あ、今協定とか何、ギャンブルのなんか大型イベントがやってんの。牛すじあともうちょっとじゃない。なんかさ、私思うんだけど、あの炊飯器でさ、あのさっき10分前って書いてあったの、
あの10分前って絶対さ30分かかんない？あの炊飯器のさ10分前ってさ絶対10分じゃないよね。なんで嘘つくんだろうな。迷惑で寝落ちからのおはよう迷惑。あ、そうなんだ。おはー。いや、言ってる意味わかる。あの炊飯器のさ何分前何分で出来上がるっていうさ、あのあるじゃん表記が。あの表記絶対嘘じゃない？安い炊飯器はそうなの？え、例えばさ、え、これあた違うのかな？寂しい？大丈夫？どうしたんだ？ありがとう。高いのはぴったりなの？でもうち象印だよ。象印なんですけど。マジか。時間通りなんだ。死にたい。なんで？大丈夫？ホットケーキありがとう。なんでだろう。大丈夫ですか？ゼロワンじゃないよ。マジか、うちだけだと思った。え、私もマジでさ、絶対時間通りじゃないんだけど。そうなんだ。全部そうだと思ってた。盛り上がってよって。ありがとうクッキーカスワン、ありがとう。いや、炊飯器新しいよ。てか初めて使った。なんなら今日初めて使うのが牛すじ。あのさ、計量カップ間違えて捨てちゃってさ、まだお米炊けてないんだよね。あれ時間通りじゃないらしいよ。中身の炊け具合で10分そのまま延長されるって聞いた。あ、そうなんだ。じゃあ私言ってること正しくない？怖い。クッキーありがとう。何怖い？怖い。ありがとうプリン。何怖いんだろう。辛い時や、あ、ありがとうございます。寂しいこといっぱいあるけど生きてればいいことあるからね。まゆ頑張れ。ありがとうございます。やったー、ありがとうございます。チラシ寿司パッちゃん、ありがとう。怖い、ナイス。寝れないのかな、特命さん。パちゃん、ありがとうね。パちゃん、優しいね。パちゃんは優しいよ。なんでこんないい人がいっぱいいるんだろう。まだやってんの？超高級テキナイス。いや、飴色になるまでっていうか、あの牛すじが炊けるまで待ってるだけ。それまで適当にやってるだけ。その座椅子どこの？これニトリなんだけど、これベッドになるんだ。だから友達が来たらこれ、あの本当これベッドになるの。あのシングルベッドになる。かかんないよ。てかさっきさ10分前って書いてあってさ、てかこれマジでいいよ。ほら、いいでしょ。ベッドになるんだよ。しかもこれ、あの何、カバーが取り外しできて洗濯できる。これね、ニトリで9999円なんだ。いや、家に吸収しまくっても洗えるからよくない？いや、洗濯するよね。象印のスタン5万はするけど。いや、なんか眉はさ、なんか5、6万する炊飯器買ったので、それが3合までだけ、一人暮らしの3合だけだったんだけど、美味しくなくて、なんか値段じゃないなって
で、なんか友達ん家のなんか15年以上前の象印の10合炊きの炊飯器がめちゃくちゃ美味しくて、だからなんかいっぱい炊ける大きい炊飯器が美味しいんじゃないかって思って、今回10合炊きのあの炊飯器買った。試しにうまいんじゃないかなって思って。昔の炊飯器美味しい。あ、そうなんだ。なんかいっぱい炊ける大きい炊飯器って美味しいんじゃないかなって思ったけど、ガス炊きの方が美味しい。あれ、これどうやってやったっけ。軽いし、これいいよ、とてもとてもいいです、これ。買ったら、前とおそろにしよう。この5合炊きだけでも3合までくらいが美味しいで、本当かな。久しぶりに前枠見たけど、ちょっとね、痩せちゃったんだよ。太りたいんだよ、前も。全然飴色玉ねぎにならない。え、でも結構なったよ、結構ね、なってるよ、近くで見たらなってる。うん、なってる。いや、なってるって。あ、15炊きでも15炊いたら美味しくないんだ。いや、そんなにマヨ入れてないよ。ニンニク入れた、ニンニク。それどうせ溶けるよ、まあ、こんな頑張ってもどうせね。おいしくなーれ、食べさせてあげないんだから。ありがとうございます。343ナイス、ありがとう。みんなあと60ナイスちょうだい。60ナイス、400まで。にちょにちょ言ってない。え、ってかさ、遅くない？なんかさ、ずっと炊飯器1分って書いてあるんだけど。あ、マイスキーいらっしゃい。アイテムもナイスも強欲。そう、私は強欲な女。全部欲しい、お前の心も全部欲しい。トモチ消えた？マイちゃんのカレー早く食べたい。食べれ、マイしか食べれないけど。可愛くないよ、ゲストリー痩せてさ。太りたいよ。あ、トモチいた。ありがとう、天気。ね、おかしくない？1分ずっと1分なんだけど、炊飯器開けてみたら、いや、まあ待つよ。課金サイトでうちお金とか別にいらないからとかかっこつけるやつより全然いいわ。そんなやついんの？え、そんな人いるの？絶対ない。そんなの、そんな人いないでしょ。欲しいでしょ、絶対欲しいじゃん。たまにいる。嘘。蒸らし時間入ってる。もう私せっかちだから開けちゃいたくなっちゃうけどさ。ミーコじゃねえ。いや、ミーコガンガンイベント出てたよ。ガンガン出てたよ。アイテムくれないの？アイテム投げて欲しいんだけど、お金欲しいんだけど、ミーコだよ。カスでたまに見かける。そんな人いるの？あー、なんか逆になんかアイテムをがあのアイテム投げられなさすぎて、お前のお前全然アイテムもらえないなっていう
あの返しにプライドで言っちゃうパターンとか、ミーコの声頭が痛くなる。え、声高いのいいんじゃん。前声低いからさ、声高い人が好き。友達とかでもなんか声高い子を選んでる気がする、勝手に。いいなって。自分が声が低いからさ、声が低いのが、この前の養分の真似似てた。300ナイス、ありがとう、ありがとうございます。カレーにマヨネーズ、あの油がなくてさ、マヨネーズを代用してみたら意外といけた。みんなが言った通り、火薬の真似。まいちゃんごめんね、やめろやめろ、やめてやめろや。じゅんちゃんごめんね。まいちゃんごめん、付き合えないよ。なんなんなんだろうな、あいつ付き合いてなんて一言も言ってねえよ。まいちゃんごめんね。昨日電話した時笑った。てかさ、1分前なんだけど、ずっと1分前なんだけど、心配になる。大丈夫、あの炊飯器。何喋ったっけ、火薬さんと。覚えてないや。本気で火薬とコラボすんの。あの競馬配信したいな、火薬さん。前彼氏いないよ、残念ながら。純ちゃんとコラボしようよ。純ちゃんってもういるの、別れちゃったしさ。火薬はもう前と絡みたくないって言ってた。いや昨日コラボしようって話電話してたけど、大阪行こうかなって。火薬はオワコン、そんなことないでしょ。オワコンじゃないよ、それは。そんなことないでしょ。ただ毎日やらないよね、火薬さんね。あと3ナイスで350だ。お願いお願い。ツナちゃんはちょっとわからん。別にツナちゃん癖がないからね。昨日の朝さっき言ってた。あ、そうなんだ。なんなのあの人一体全体。謎なんだけど。お腹すいた。こっちもそろそろ準備しよう。どんだけ時間かかんの？だって2時間待って。普通に考えてさ、ありがとう、まゆまた来るね。あ、パちゃん了解です。ごめん、あの完成でできてなくて。こんな時間かかるかよ。パちゃん行ってらっしゃい、お仕事かな。ありがとね。これはカレーの下準備、玉ねぎに。ママ、アイちゃんコラボできなくてごめんね。マジ謎。でもあの人ってなんかちょっと意味わかんないから本当に言ってそう。おいしくなーれ、おいしくなーれ。ねえ、みんなってさ、朝あの配信してほしいってさ思うとしたら、何時にしてほしいかな。何時に朝配信してほしい。かやまゆみたいな。6時、早。どんだけ早起きなんだよ。俺っちの好きな時間でいいよ。まあ朝起きたらやるけど、やっぱりあの何時って確実はちょっとできないよね。もう明日何時に起きないとって思ったらもう寝れないからね。うちも6時が出勤前に見れる。早起きだな、早起きだな、みんな。いや一応ね、一応聞きたいじゃん、何時がいいんだろう。
普段仕事だから朝、うん、寝なくて大丈夫。いや寝てたんだよ、寝てて昨日、あ今日6時に寝て9時に3時間寝たので、最近1日3回寝てるかな、お昼寝とかね。だから全然平気で、どうせこの後も寝るし。はちゃんはもう行くのかな、もうアイテム高すぎて買いたくない。そうなっちゃうよね。だってやばくないか、ファンタスティック2発あの投げたら3万2000円だからね。でかいよな、そう考えたら。4000円の値上げでしょ、1万2000円が1万6000円でしょ、ファンタイベントアイテム4000の値上げ、どんだけ銭ゲーバーなんだよ。あ、そうなんだ、あ、そうなんだ。何時に着くんだろう。え、てかね、は、え、ね、どうしよう、なんかあのさ、1分前なんだけど、一生炊飯器で 2時間待機してるよね、炊飯器。60分で炊き上がる予定がもう2時間経ってんだけど、で見てみなよっていうか、ずっと1分前なんだよ。え、もう取り消ししてもいい？ちょっと、あ、できてる、できてます。うわ、美味しそう。熱できてる。いや、もうできてたわ。あの、気づいてなかったっぽい。鳴ってたっけ、鳴ってた。牛すじを炊飯器で煮込んでみた。いや、鳴ってたよ。これ牛すじです。めちゃくちゃいい匂いする。しかもこれ油か。いや、ま、うまいって、絶対うまいよ。で、ちょっとこの、ちょっと待って、え、これ油、あ、アクがない、アクないな。もうこれそのままぶっ込むか。もうこれそのままぶっこんでいいか。あ、やべえ、忘れてた存在。いや、これこのまんま、このあの牛すじって、あのコラーゲンの塊だから、スープもさ。あ、てかさ、あのこれ、あの牛すじで、あのあれ作ろうかな。ちょっと牛すじ少なかったかな、もうちょっとさやっとけばよかったな。 こんなもんでいいか。これでコムタンスープ作ろう。コムタン、これでコムタンスープ作ろう。じゃあこれぶっ込むね。なあね、カレーだよ、いい感じだよ。嘘でしょ、これ電波ダメ。どうか、どうだい、戻った。あ、治ったね、治った治った。本当は工事してないね。じゃあさっき来た男2人誰だよ一体。いや、くるくるしてない、大丈夫だよ、治ったね。いや、大丈夫。じゃあもうカレールー入れていい？
もう入れていい？もういいかな入れて。ねえ。熱っ熱っ熱っ。誰かにチョコ食べられた。板チョコ買ったのに。板チョコがなくなってるよ。どこやったっけ。板チョコがない。最低。長生きしたくないって誰こいつ。障害あるよってやばくない。ブロックしていいですかこの人。やばくない。障害あるよだって誹謗中傷で通報してからのブロックしよう。これ通報どうやってんの。 あった完了。いやわからん、なくなってるチョコ。違うの。実はめちゃくちゃバリカラを買ったわけで、この辛口にチョコを入れるってところが味噌なんだよ。辛口にチョコってところが味噌なんだよ。わかる？あ、ミキちゃんいらっしゃい。ちょっともう一回チョコを。ないよ。あ、ねえちょっと待って、いいのがあったよ。ねえ、甘口のコーヒーがあった。甘口のコーヒーがあった。ね、あとミルクティーもあるよ。ミルクティー。いや、チョコがなかったから。開く？いや、シャバシャバになんないよ。牛すじのこの水分がプルプルになるからね、プリンみたいに放置してると。コラーゲンの塊なんだよ。だから牛すじ煮込んだお汁って大事だよ。お肌にコラーゲンがいっぱいある。プリンみたいにプルプルになる、固まって。だから多くても大丈夫。じゃあこれぶっ込むか。そう、牛すじって全然太んないし。いや、もうね、冷凍しちゃうんだよ。俺の病気、コラーゲンが6か、なんとか結束してる。なぜ、くどいてるの。俺、コラーゲンないって。ね、ミルクティーはキモい？ミルクティーキモいかな。じゃあ甘いコーヒーにする？甘いコーヒー。あ、そうか、紅茶か。前よね、ゴールデンカレー好きなんだ。で、バリカラがあったからね、試しに。バリカラカレー。初めて見る？プリンを作りました。どれかな。あ、ありがとう、ありがとう、ハくん。この前もありがとうね。普通カレーに入れるインスタント、いや、わかるけど
あのチョコが欲しくてさ、おいしくなーね。これ多すぎだろ、水分蒸発させるか、これスープやん。大丈夫か、もうちょっと固まってもいいかなと思う。あ、蒸発させるか。いやでもこれ絶対固まるからね、ちょっと経ったら絶対固まるよ。ただチンしたらシャバシャバになっちゃう、戻っちゃうかな。ちょっと蒸発させるか。ルーもう一箱。いやまだそこで固まってるルーが。いや、ないね。やばい、常に直感で生きてるからさ、測らないよね。ちょっと味見。辛っ、あ、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 辛っ。なんかルーがそこでまだあるわ。